階に次ぐ。ドロイド工場に爆弾を仕掛けるのにまだ時間が必要だ。奴らを食い止めろ。残りは我々だけです。さあ、レッツが任せてください。はい、どうもニノです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ジオノーシス攻撃側、ギャラクティックアサルト遊んでいきましょう。ATT にも乗りたいし、 ATT の護衛をもしっかり務めたいという、まあどちらも大事な任務が今回はありますよね。ジオノシス、どうかな、敵の展開はどうなっとるかみたいな。ブレ投げた、いるね普通に。なんとしてでも共和国に通信を送り、すぐに応援を要請しろ。シールドを、トランスミッターを調整して信号を見つける。惜しい、惜しいね。一人しかいないのか。少し進めてはいる。よいしょ。砂はいるな。多分しゃがんでるとね、多分頭は抜けてるから、これあのディスラプターショットだとすぐバリア割られて、あっという間劇場あるから気をつけて。緊急要請、結構高いですね。我々は戦うために乗隊する。了解した。応援がそちらに向かっている。なかなかいい動きしてたね。では突っ込んでった、あれも強かったし、あれも、ね、突撃だ。殴る。なるべくね、安心して残しておいてあげることが。左回り刺さってる、これ多分こっち側からの動きを警戒して防御厚めにされてるっぽいから、逆に正面から抜けた方がいいんじゃないかな。押してる。あれ壊したいね。頑張れ頑張るんだ。裏取りか、裏取りだが、しかし ADT の再稼働をスタート。だいぶ削ったけど、いて、どこ、タレットまだあんのか、押してくれうちらも相当きついこれ。37か。最後のサブシステムがまもなくオンラインになる。我々は戦い勝利する。押してくれてはいるが、結構でも相手もしっかり守ってきたね。削られましたね。よし、ようやく火力が手に入った。ゾロイデカか。しっかり守ってあげたいな、まあ、チャンスがあったら乗りたいしね。こっちのヒーローは何がいるかにもよるよな。まずヒーローのアシストをして乗れる状況なら乗っていくパターンできるんじゃないかな。解除するか。ドロイドにこちらの目論見を話した。解除できねえ。輸送船からさらに多くのドロイドが必要になっている。解除できねえ。これを倒さなければ工場は直に制圧されてしまうだろう。どこにいるこれの敵。速やかに輸送船を破壊しろ。しまいそうだね。とりあえずヘイトを稼ぐために変なところにバリア張っとくか。シールドは無駄だ変なところにバリア張っとくか。ヘイトを稼ぎます。まず輸送船のシールドを落とせ。ウォーカーでヘビーキャノン用のソリックチャージが使用可能か確認しろ。すぐ乗ってくれる感じ。後ろ空いてる。あ、みんな乗るっぽいな。ちゃんと高台打ちか。ただめっちゃ削られてる手前のやつ。
高台打ちではないな。あ、でも敵ちゃんとしてるわこれ。苦しいけど頑張れ。我々は戦うために存在する。守るぞ。ゾーンに敗北はない。いいよ、下まで降りてこれればだいぶ違う。俺のバリア誰も釣られてないね。高台から撃ってた人は多分撃ててないから。高台の人撃ててはいないから、これきちんと守ってあげないとまずいな。頑張れ。我々は戦い勝利する。もう届くね、もう届く。ナイス、素晴らしい。敵のシールドを破った。後ろから来そうだな。ちゃんと見てあげたいな。この時タレットの方が良さそうだよね。この赤い反応がさ、 ATT も一応なんか敵対反応になっちゃうから。あれだけにいるな普通に。ダメだ、シールドが復活した。まずい、ドロイデカがいっぱいおる。ドロイデカいっぱいおるて。ドロイデカいっぱいおるて。とりあえず一歩落とそう。なるべくこの左のやつはもう落とされちゃうから、左のやつがやられる前に落とした方がいい。でなるべくここ10機に戻したいんだよな。ハートセル級輸送船を撃破。残りも片付けろ。そうね、いつもは ATTE を乗ってることが多いけど、 ATTE を守る動きもまずいな。後ろ破壊されてるってことは、またすぐドロイデカ来るでしょ。このヘリを見てほしいんだよね。遠くから撃たれてる分にはそんなに減らないんだけど、もうドロイデカに侵入されてたりするとすごい勢いで減るんだよね。あともう乗り込むところをスナイパーに見られてるってパターンもあるから。俺の腹の下は潜られてるね、これ。どうしたい？練習のパーティーは台無しだな。9機かな？ 1 機は落とされちゃったか。まあ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 、まあまあ、そういうこともある。見えねえ、敵の位マジ見えねえ。応援が到着。でここの時はなるべく前に進まないと、あのいずれエリアが来ちゃうんで。かなりいるね。ここでしっかりととどめ刺してくるっぽいな。アイデンもいるし、分かってないわけじゃない全然。でまずはこのスパイダードロイドね。分かってる人は落としてくれるんだけど、そうじゃない人はなかなかスパイダードロイドまで手が回らなかったりするから。スパイダードロイドも落としてあげて。味方が現れたようだ。確認し援護しろ。落ちたか。手前のやつ結構減らされちゃったね。まあ、とにかく前進すること。戦場に ATTE を下ろすぞ。とにかく前進することです。タンクがなんか抜け打ちしてる。チャージも適当に打ちながら、なるべく早く前に進み、プラスこの真ん中のチェックポイントみたいなところ、リスの位置が上がるところまでしっかりとラインを押し上げる。でどの辺から撃ってきてるかなって車線が分かったら
そこに向かってイオンチャージを打つ。パレットも結構置いてってるね。で左側のルートも確保してあげたいから、このスパイダードロイドを打つ。まあ、遠くからチャーセン打たれてる分には多分そんなにきつくないんで。分離主義勢力が賞金稼ぎを呼び出した。だいぶ削られてんな。これで両方死んじゃうのは嫌だな。やられたか。俺も持たんかもな。なるべく先のところまで来てえな。もうちょっとじゃなかったっけ。あ、もう行ってるか。エリアにだいぶ近いところまで来てるから。オッケー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 。やられた。悪くないんじゃないか。一応あれか、注意しろ、ウォーカーが来るぞ。これで多分そう位置が上がるんですよ。リスの位置が上がって、で敵が入れるエリアもここら辺もエリア外になっちゃうんで、これでしっかりと3機を同時に前に進めることによって敵の対応が追いつかなくなるという技。驚かせてやる。いいよ、しっかり守ってあげて。スピーダーで攻めてくるのは悪くないんだけど、あれ降りないと弱いんで、スピーダーだけの火力で戦おうとするとかなり難しいことになるんで。アイテム、いていていて、私に気を取られてていいのか。ハンソロ、ハンソロの兄貴やってくれ。ドロイデカをこれが作敵しよう。こっちにいるね。共和国からの支援だ。ATTE がそちらに向かっている。いるぞ。てか ATTE 乗って、みんなこの辺まだいるんじゃないか。いた。で俺はここで戦わない。グレネードしよう。まずい。やりきれんかった。ナイス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 。さすがにかな。タンク援護しに行くか。結構厳しそうではあるよな。まだ進んではいないからね。余裕ではないねこれね。ランディングゾーンになかなか入れないでいるのかもしれない。みんななるべく前に行ってあげないと。正面のやつだけやられちゃう、正面のやつだけやられちゃう パターンあるよ。ドロイドなら片目をつぶっていても倒せるだろう。さあ急げ。舞台から離れすぎるな。離れすぎてはいない。頑張れ。気を抜くな。降りるか俺。降りれない。降りれない。オッケーかな。オッケー。ドロイドの大軍と工場の両方を止められる。まあ、時間かけさせてあげるだけでもいいし、戦ってるのが分かれば味方も来てくれるんでね。ちゃんと守ってくれてる ATT に対しての意識が高い味方は守ってくれるんでいいんじゃないかい。とりあえずまあ進めるところ進めて、あとフォローできそうなところはきちんとフォローして ATT を守る動きできたんじゃなかろうか。いいですね。はい、というわけでね。まあ、ATT に乗るのも当然大切。守るのも大切。で、敵も削ってくるのであれば、やはりどういうタイプの削り方をしてきてるのかを確認し、それに対応するのも大切。ドロイデカとか、スピーダーで裏回りしてくるなら、きちんと後ろに張り付いて止めるべきだし、相手がアイデン使って削ってきてるんだとしたら、エアリアル出したり、ヒーロー出したりして、画面外まで追いかけていって、きちんと、圧をかけるというのが非常に大切になってくるので。
いや、いい感じだったね。味方も強かったし、分かってる感じの動きでしたね。分かってる感じの動きのジオノーシスはね、かなり面白いので、ぜひ皆さんもね、ATTE を守ってみたり、乗ってみたり、そしてヒーローで暴れてみたりしてみてください。というわけで今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。